メラに反応した SCP-979。アイテム番号 SCP-979。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-979 に暴露している可能性のあるすべての人物は、精神が変化していることについてよく調査される必要があります。SCP-979 自体は、長さ、高さ、幅が約5メートルであるプラスチックの床材が敷かれた金網のカゴに収容してください。SCP-979 は排泄を行わないため、床に藁を敷く必要はありません。しかし、SCP-979 が乾燥することを防ぐため、150ml の給水器を与え、毎日水を替えてください。また、SCP-979 にはカゴの中に一つ、任意の色の商用プラスチックで構成される、多くのウサギ科の仲間の生活環境に合わせて作られた、通常ペットショップで交配のために売られている住まいが与えられます。SCP-979 は隠しカメラで24時間体制の監視を行ってください。万が一何らかの形で SCP-979 の振る舞いが変化した場合、それは記録され、レベル3以上の職員に報告されます。説明 SCP-979 は、ウサギ科の仲間の形状をした、生きている木の置物です。SCP-979 は通常言われているウサギ科の仲間と比べて、感情を表すため、限定されずに表情を変化させることのできる能力や、典型的な人間の反応と同一の態度を含んだ微細な違いがあります。SCP-979 には耳や後足が長すぎたり待機すぎたりするような、解剖学的に適切でない構造の欠陥があり、通常の動きが非常に困難となっています。SCP-979 の振る舞いはいくつかの感覚があるように観測できますが、それは刺激に対して一般的に恐怖や回避でのみ反応を行います。その他の反応はレベル3以上の職員に報告されなければなりません。SCP-979 は任意の刺激に反応して、高周波のノイズを発します。その音量は SCP-979 の感じている苦痛の程度に比例していると考えられます。長期にわたって SCP-979 の近くにいることは、すべての感覚における共感覚を引き起こします。それは通常4時間の経過で顕在化し、約3週間の可変期間にわたって悪化していきます。SCP-979 の発するノイズへの暴露は、共感覚が発達する速度を速めることが判明しています。しかし、録音したものではこの効果を再現することはできなかったため、ノイズが主な原因であるとは考えられません。最初に効果を受ける感覚は、理由は不明ですが、典型的には聴覚です。SCP-979 に暴露した人間は、触覚と関連して、囁くような、サラサラとした声、と表現されるものを感じる傾向にあり、できる限り多くの、いかなる物理的な接触をも避けるようになります。通常、この第一の効果は暴露から約10分の経過で発生します。その後1週間以内に、暴露した人物は最低でも3つの感覚における共感覚を引き起こしますが、その3つは個人が依存しているものである傾向があります。この段階に至ると何かしらの精神病を発症しますが、それが共感覚による精神的な乱れによるものか、それとも他の何かが原因であるのかは不明です。唯一記録されている SCP-979 に暴露した職員、ここでは SCP-979-V1 と分類するの例では大きな不安感に似た症状で、最も顕著なものとしては特に夜間に見られる想像の存在が常に自分の肌に触れているように感じる定期的な思考が挙げられており、ここで暴露した職員は全身の皮膚の上を想像の存在の大量の手足が撫で回しているように感じたと報告しています。約2週間が経過すると、SCP-979 によって引き起こされた共感覚は全ての感覚に広がりますが、特定の感覚は他のものよりも控えめであるように観察され、それは患者に応じて異なります。SCP-979-V1 においては、前述した想像の存在に関する定期的な思考が脅迫観念へと変わり、SCP-979-V1 は定期的に想像の存在に対してほとんど成功しないと思われる攻撃を行おうとするようになりました。
想像の存在の外見に関するすべての質問は成立しませんでした。SCP-979-V1 はこの期間中に約1回の自殺を試み、加えて重度の不眠症を発症しました。また SCP-979-V1 は、前述した幻覚の存在は現在、ほとんどの場合はキスやアイブや、編集済み、といった異なるタイプの接触とともに肌を舐め回していると報告しました。この時点で、SCP-979-V1 は実際にどの部位を触られているかを説明しなくなりました。そして3週間以内に、共感覚は全ての感覚において完全に引き起こされます。SCP-979-V1 はあらゆる感覚的な情報を扱うことが極度に困難となっており、過負荷が原因となって精神が定期的に感覚を遮断するようになりました。SCP-979-V1 は SCP-979 自体と似た挙動を示すようになり、緊張状態に陥る前に幻覚との対話を行おうとしているように観測されました。その後、対象は5週目に、胴体に大きな切れ込みが入れられ、臓器が体内から引きずり出されていたのを発見されるまでの間、それ以上の進行は確認されませんでした。なぜ SCP-979-V1 にこのような傷が発生していたのかは不明です。SCP-979 は、チリの、にて発見されました。SCP-979 は、博物館で行われた、ザ・カインドマン、ザ・キンドマン、というペンネームで活動しているアーティストの展覧会で紹介されていました。幻覚及び共感覚の発生についての報道がなされた後、SCP-979 は財団の管理下に置かれました。ほい。インタビューログ979-1。記録開始。D 博士おはようございます。ご自分の名前をおっしゃってください。もう朝なのか？最後に確認した俺の名前は、だったな。白コートのクソ野郎どもは周りでこんなクソで冗談みたいな話を記録しなくてもいいのか？ D 博士現在の時刻は午前9時7分です。あなたが記録した昨夜の出来事について説明してください。わああんた気づかなかったのかよ。D 博士昨夜は特に目立った現象は記録されていません。しかし、あなたの振る舞いが、あんたあのクソに気づいてなかったのか？俺の近くをずっとうろついてただろうが、少なくともあの、編集済み、な奴はギリギリ触れては来なかったけどよ。俺はそいつを感じてたんだ。クソ野郎が囁いてこないと思ったら。色からクソみてえな匂いがするしよ。あんたこれでもその今日、何とかとか言うでたらめを撤回する気はないのか？あんたらのやってること。サイコパスみてえなもんじゃねえか畜生。D 博士あなたの近くによって感じ取った昨夜の出来事のさらなる詳細について教えてください。特に、エージェントが介入することになった直前のカメラが捉えたあなたの不安定な動きに関して。あんたは俺にこんなクソを垂れ流すみてえなことしなきゃなんねえのか。やっぱりそのクソな技術じゃあんたできねえんだろ。D 博士質問に答えてください。あなたは昨夜、何を見たのですか？それは見るようなもんじゃねえんだよ、博士。あれは感じるもんなんだ。息をするのも難しいぐらいで、俺が何かに触ったりすれば、そいつはクソ近くまでやってきて俺を監視してうろつくんだ。何か喋ってるのが聞こえたら、あいつは正しく俺の耳に、俺と一緒にいるろくでなしのクソが、奴がいる、俺は奴の匂いも感じるし、そうだな、テレビの画面に触った時みたいな。少しチクチクするような感覚がちょうどここから感じる。別れの胸骨に触れた、そんでちょうど息ができなくなるくらいの圧を感じてよ。俺は察したんだ、これからの人生。ほとんど野郎の手を感じていかなきゃならないって、触手みたいな、よ。奴はまさに今俺の右にいるんだ。マジであんたわかんねえのかクソ、は周囲を大きくかき回し。著しいか呼吸を発症した。ああ、神様、俺は今感じるよ、クソ。やめろ、やめてくれっつってんだ。はおそらく自殺を行うために、インタビューに用いたテーブルの側面に彼の顔を打ち付け始めた。停止の命令が繰り返し無視されると、エージェントが鎮静剤を投与し、対象を観察室へと連れ戻した。記録終了。